チス、誰も知らない武者、イカレタコスケです。今回ご紹介するのはこのナラカブレードポイント。まあ和風の 3D アクションなんですよ。だがただの 3D アクションではない。こちらなんとこの美麗な 3D アクションでバトルロイヤルができてしまう。だがしかしただのバトルロイヤルではない。銃撃戦をメインとしたものではなく、そう、近接戦闘と言ってる間に敵がいますね。敵のプレイヤーたちをちょ近接バトルはって言ったけど、まずは遠距離でとどめを刺していく。逃がさんよ一匹。さ、まずはお前からです。あの世に送っていく。このバトルシステム、近接バトルシステムも非常によくできており、連打と、よーし、連打と、ため攻撃、あー、オッケー、完璧、最強、回復。さ、回復してな、裏、撃たれてんな、なんか撃たれてるぞ。撃たれているよ。回復しつつ、何の説明してたっけ、そうだ、あ、どっかから、どこだ、絶対上から、どっかの木の上に登っている。なんか、お前説明してた、こっちとら、見えたぞ、逃がっさん。どうせ逃がっさん。俺の私と銃でやり合うか。いいだろう。さて、いきなり戦闘に巻き込まれて大変な思いをしてしまいましたけども、とりあえず近接アクションが非常に豊富になっていて、でかつそのバランスもね、なかなか面白いものになっています。まずね、これがた、ん?これどっちだ?縦切り?横切り?縦切りと横切りがあるんだけども、これが縦かな?この子は。縦切りと横切りがございます。で、おのおのにね、ため攻撃と、それからね、同時押しすることによって、これ、まあ、受け流しみたいな感じ?この三つを使って近接を戦っていくんで、近接バトルも非常に奥深いものになってるんだよね。ため攻撃はね、スーパーアーマーがつくのかな?敵に攻撃されてもひるみにくい。で、もちろん、この連打技は出が早い。そして敵のため攻撃を見たらこっちでガードして弾いて隙を作る。近接攻撃だけでこれだけね、豊富なアクションとなっております。さておくとして、このね、鍵縄システム、これアイテムを拾って有限なんですけども、まあ結構落ちてます。この鍵縄システムが、このね、複雑なマップをね、縦横無尽に駆け巡るために非常に重要になってくるし、ここは、この鍵縄システムはね、多分ね、みんな大好きだと思います。これですね。もうどこにでも行けてしまうわけですよ。で、このグラップリングフック、鍵縄を相手に引っ掛けることによって、奇襲を仕掛けることもできます。ただ、さっきものすげえところで戦いまくってたけども、他の敵が見当たらないね。さあ、来た。まずは、お手並み拝見。もう戦闘も、後半となっておりますから、危ない、漁夫のリーダー、漁夫のリーダー来ている。だが漁夫の、あ、まずいね、これはまずい。さ、あの大砲は高いところには届かないはずだ。こっちから安全地帯からゆっくりと見定めて奇襲を仕掛けていくとしよう。なんせね、近接で襲われるとアイテムとか漁ってると一瞬でやられてしまうんで、なるべく戦闘音が近いときは気をつけた方がいいといったところ。ただね、そんな簡単に建物が入り組んでるから、そんな簡単にね、すぐにこちらが見つかるってことはないんですけども。来てました。な、鍵縄ない感じなところで鍵縄がないが、しかしよ、このスキルを比べ、無敵。あ、これ木にぶら下がれるの、あんな風に。今みたいにアクションがね、とにかく豊富なんですよ。勝った、グローリーユアーズ。さて、
個人的に非常におすすめしたいのが、このね、キャラクターのカスタマイズなんですよ。一番今扱ってたこの、コテコテの美少女、妖刀鬼ちゃん、非常に露出も高く、巨乳になっています。この子多分最近追加されたのかな。なんでね、でもね、見て、これ、スキン選べるんだけど、めちゃくちゃいいでしょう。これ欲しいね。これ赤影妖刀鬼、めちゃくちゃ欲しいんですけども、で、多分ね、初期から選べる6人もそうなんで、後々多分妖刀鬼ちゃんもカスタマイズができるようになると思うんですけども、今いるこの6人は、このスキンだけじゃなくて、スキンも選べるんだけども、で飾り等々もあるんだけどね、この、この、荒野ちゃんはね、目隠しをいつもしているせいか若干被り物がね、激しいんですよ。まあ、髪型とかも選ぶことができます。で、エモートなんかも追加する、解放することができます。なんだけど、もっと細かく、まあ、簡単に言うと、顔のカスタマイズが、まあ、割とあるよね。アクションゲームの主人公キャラクターの顔いじれるやつ。あれぐらい細かくできちゃうんだね。例えばこの子ね、だいぶ適当に作ってありますけども、こういった形で自分のカスタマイズできるんですけど、これがね、ちょっと細かいから一応見ておこうか。もうこれ全部紹介してると時間かかっちゃうから、サクッといきますけども、まあ、こんな感じですよ。こんな感じ。すごいでしょ。こんなに細かく自分のキャラクターカスタマイズできるんで、もう全く別の顔、髪型で衣装も変えたら、まあ、自分の完全なオリジナルキャラクターが作れてしまうレベルなんですね。で、さらに、美少女ばかり紹介していたが、一部の方に非常に大事なエッセンスとなっているのが男キャラだ。この男キャラ、非常に大事なポイントを押さえている。今、この時点で3体いますね。3人いますね。テムル。そう。その頭は非常に輝かしく、渋い頬髭が女性の心を掴んで離さない。そして、これは爽快かな。爽快。その気だるげな、坊主頭と、頬髭は、女性の心を掴んで離さない。そして、展開。そのダンディズムを超えた、長い髭は、女性の心を離さない。そう。全員の男キャラに、自由な髭のカスタマイズと、ちょっと見て、かなりね、自由なんですよ。髭が。これどこだっけな、髭な。あったあった。見て、このありとあらゆる髭と、口髭と、顎ひげを選び、そして全キャラクターに坊主がついている。なんでね、ここ一部の需要を非常に満たしてくれるというわけでね、キャラクリがとにかく魅力的。これはね、いいよ。我こそは地獄の門より仏門の教えを説くために限界に現れた男。そう、その名も、先ほど最後に紹介した、天海。いやー、やれるもんだな。やれるもんですね。というわけで、とりあえず、一回、やってみようか。普通にね。で、まだね、一度たりともね、この選ばれし者をやってないんですよ。多分、これブロンズ V って書いてあるから、これランキングマッチってことだよね。これ行ってみよう。さあ行かせてもらおうか。この悪魔そう天界が、この世界を、奈良かの世界を蹂躙してやろうというんです。でまずは出撃場所を決めますね。まあ近いところでも最初のフェーズは復活ができるっぽいんで、まあいいんですけども、まあ、せっかくだから、ちょっとこの広いマップを十分に楽しんでいきたいところ、このドハジから行こう。それでも周りに何人かいるけどね。いや、60人だとやっぱ結構埋まってくな。この世界を魔界に沈めるために、この悪魔たる僧、天界が、この世に舞い降りた。すげえな、見た目。いいな、かっこいいな。さて、適当に降りたら、全くもってアイテムがないので、とりあえず何でもいいから武器をゲットしていこう。私はね、この漁るっていう行為が割と好きなものでね、漁らせていただきたい。さあ何かないか。どっか何かないか。商人とか、おっと、とりあえずリフトコインと商人と交換できる、商人に交換できるコインと刀。刀一本あれば、早々ブロンズ5では負けることはあるまいて。そして、鍵縄大事ね。それからこの緑色のやつが、まあ、パワーアップアイテムっぽいですね。
これね、混玉っていうんですかね、 HP HP プラス 10%、 こういったレアアイテムもあると。それから鍵縄がさんとどれもねすげえ使うんで、修理箱と鎧回復、それから普通の体力回復で、武器近接武器オンリーなんで、あれ欲しいな、遠距離武器をいただきたいところだ。カバンもね欲しいよね。槍か、鍵縄はいっぱい欲しい。そしてリフトコインに混玉、いいね。ちょっとまあさすがに混玉と武器のレアリティとどっちが強いのか分かんないけども、まあ混玉に関してはねどんどん更新していくものだから、ガツンガツン取っていきたいところだ。でもまあこんな偏僻なところではさすがにないか。基本的なあんまり強くない混玉を集めて基本性能を上げるしかないか。あ、来た！やろう！やろうというのか、この私と！ザン！ザン！ザン！こっちには豊富な、豊富な、はい、よーし！豊富な鍵縄があるんだ。そうそうは負けんよ。あ、飛び道具ありましたね。オッケー、クエスト完了。この黄色い枠でなんか落としたな。いたぞ、今なんかいたぞ、見えたよな。ほら、いた、やらせだ。くらえ、くらえっつってもこの展開そんな使ったことないからわかんないけど、出せ出せ、やらせ、溜めてとどめよ。よし、この駆け引きがね、まださすがに最初だからカウンター狙ってくる人は少ないけど、かなりカウンター強いんでね、使っていきたいところだ。鍵縄参考もう入らないか、こんなもんだな。よし、アーマーを回復しておこう。体力も若干だが、もうここは基本回復しておこう。ゲー、ここのなんか黄色い枠になってるところがもしかしたらハイレアリティのアイテムがあるとこだったりするかい。行ってみようか。あ、これそうじゃない、お、なんかすげえいっぱいいろいろありますね。あ、紫鎧に紫鎧ぐらいか。混玉、んー、まあ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 といったところ。こうして装備を整え、どんどんと強くなっていく。鍵縄たくさんあるときはね、バンバン移動に使ってしまいたいところ。特に壁登りは時間かかるからね。よいしょ、商人いた。ハイレアリティをくれる商人もいるらしいんですが、あっと、これはいいものだ。混玉、あ、混玉をランダムに、どうしよう。ハイレアリティ商人無料でいいアイテムくれる。今のうち、今のうち、今のうち、今のうちもらっとこう。こんなもんか、こんなもんだ。よし、来た。ちょっとか、あ、やべ、両方とも、やべやべやべ、両方とも武器が燃えろ、危ない。炎上効果で倒しましたよ。危なかった。武器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 、もうノーレアリティの武器とかもうこのタイミングではないでしょう。か、さすがにあの距離で戦うんだったらね、近距離武器で戦いたいところ。サクサクっといきましょうか。まあ、鍵縄は言うて有限とはいえ、いろんなところでねゲットできますんで、すぐにサクサク使っていこう。ただまあ戦闘の時に全くないじゃ困るからな、最低限最低限キープしていきたいところ。どこだ、どっちだ、あの弾見えねえ、いた、強いってやらせん、こいつだ。どうした、この巨大な巨人になって、あ、これ離れちまう、巨人になって
敵を拘束しぶん投げる。でもただこれ死ぬ、ダメージ食らいまくる。難しいこれ。やらせんぞ、捕まえろ。うわっ、どっせい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 、あどっこいしょ。うーお、この状態で戻るの、ちょっと待って、それはそれは草、それは草。逃げたい逃げたい、何もない。こういう時は木の上に登ろう。バレない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 。木のてっぺん行って回復。バレてないバレてない、大丈夫か。大丈夫だ、あそこにいるな。許さんぞ、俺の奥義を、俺の奥義をただのモブキャラみたいに扱いやがって。ヘイヘイ、あれ残念、弾が切れたが、とどめはもらった。危なかったぜ。あされ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 。黒い。さすがによ。何？危ない。水場はどうなの？どうす、あ、攻撃モーションがわからん。攻撃モーションがわからん刀は、あ、でも倒した。まあまだまだね、ブロンズだからね。オッケー、あー、鍵縄めっちゃ集めとる。いいよ、修理道具、今もう後半は鍵縄でしょ。あ、よー、来た。こいつは手だれ。どっせい。刀はカウンターなのか。ちょっと待って、武器壊れたん、武器なくなったんだけど。武器落とすか、そうか、なんか武器落とすって、し、危ねえ危ねえ、武器落とすってあるんだね。カウンター食らうと武器落とすんだっけか。危ねえ、火力が高い。やる、同じ展開か。お前は人間界の展開。よしよし、はい、来た。こっちとら装備ががっつり決まっとるんやで。さあ、そしてここで変身をしていく。奥義、はいはい、これ見えねえな。よし、このこいつどれぐらい強いのかね、ちょっと分かってないからね。よっしゃ、こいつがどれくらい強いのかかってん、ちょっとダメージ量が結構バカになんないんすよ。もう逃げたい、このまま。はい、どっこいっしょーで、無敵一人倒した。あ、ジャンプもできる、これ。だ、これ、ちょっと待って、変なとこで変身しちゃったな、これな。おら、いや、ダメでしょ。危ねえ、なんか、あ、なんか勝った。あれかな、あのフィールド外ダメージかな。というわけで、奈良かブレードポイントいかがでしたでしょうか。これは多分公式発表だと思うんだけど、プレイステーション5でもなんか発売予定みたいなことを見かけた気がしますね。このね、広大なモルス島ってところ、隅から隅まで移動できて、かつこのハイクオリティな世界観で剣艦バトルを楽しめるバトルロイヤルアクションサバイバルって感じでね、こういったゲーム好きな人たくさんいらっしゃると思います。ぜひともチェックしていただきたい。気になった人は概要欄の方からどうぞよろしく。それでは、誰も知らない武者イカレタコスケでした。やっぱ女子にしとこうかな。回れ回れやれ風車、また同じ場所へ帰って。